この動画には、ヌーブプレイ、クソエイム、初心者編集、キャラ崩壊が含まれます。それでも見ていってくれる人は、ゆっくりしていってね。ハロー、みんなのアイドルうどんげだよ。どうも迫力郎の庭師ヨウムです。今回はゲストを迎えての BF4 です。じゃあ早速出てきてもらいましょう。誰だろ？はじめまして天使と申します。はい、てことで今回のゲストは、悲壮悲壮天の娘こと、ひなない天子さんに来てもらいました。いや天使だからね、天使わかる、天使、わかりたくないし天子でいいや。いや意味わかんないよ。だってヨウムが天子でいいって、実況前言ってたもん。ヨウムさん、何考えているんですか？だってド M なんでしょ。違うからね。なんだこの人真面目ぶって。いいんじゃない、そのうちボロが出るでしょ。だから違うからね。はいはい、とりあえずマップ紹介してよ。腑に落ちないけど。わかったよ。今回のステージはハイナンリゾート。武器はメインウェポンが M416、サブに P226 です。リゾート地なの、観光したいなぁ。絶対死ぬと思うよん。すでに戦闘機墜落してるもんね。早速敵がいるよ。これはひどいエイムだね。まあいつものお約束ってやつですよ。キル格だからセーフだよん。ブラボーはいけそうだし、チャーリーに向かうよん。エッセの距離水上バギー使うの、これは理解できませんね。うるさい私の自由だよん。そういやさっき触れなかったけど、また M416 だよね。なに、ハマってるの。だってこの銃使いやすいよん。使いやすい銃であのエイムですか、雑魚ですかね。いやだってヨウム雑魚だもん。てめえらバカにしてない。ほら今のも、さすがヨウムさん、噂通りの素晴らしいエイムですね。うるせえ黙っとけみょん。少年いるよ、味方車線かぶってる。こんなエイムでよく視聴者さんに見てもらおうと思ったね。あれだみょん、立ち回りが良ければキルできるっていうのを見せただけみょん。そもそも立ち回りいいんですか、ただの脳筋がよくいるよ。くらえ敵と撃ち、OK 余裕だみょん。いや全く余裕じゃなかったかと。一旦リロードするみょん。敵拠点が囲まれかけてるし、これのどこが立ち回りいいんですか。いいんじゃないかな。この後のおキルで死ぬくせに、どういうことですか、どういうこと。このカットの仕方はひどくないですか。正直妥当だと思いますね。じゃあヨウム死んだからカット、再びチャーリーに来たんだね。正面敵いますよ。今のもギリギリですか、瀬戸際の勝負。かっこいいみょん。自分でシチュエーション作るとかバカですかね。そういうことでしょ。ここまで言われるかみょん。もういい、次プレイヤー変わってみょん。次っていつ、今死んだよ。ヨウムちゃんいつ変わるんですか。もう変わるみょん。あっ遅かった。普通だったとしてもすぐ死ぬんですね。わら、じゃあ私がプレイしますね。これで敵から銃弾を食らえる。今なんか言った。いや何も言ってませんよ。ふふふ、絶対アウトなこと考えてたな。どうやら上に敵がいそうですね。敵はどうやってブラボーに入ったんだろうか、気になりますね。敵さんこんにちは。じっ倒してしまった。いや倒すもんだからね。やっぱ天使ド M なんでしょ。そんなわけないじゃない。ほらブレトン食らえ。からの M416 で追い打ち。敵の LAV かなんかにめっちゃ撃たれてるね。激しいですね。天使が言うとアウトに聞こえる。そんなこと考えてる冷戦もアウトな気が。大丈夫あんたよかましだから。はぁ、はぁ、お前ら私を無視して喧嘩するなぁ。黙れ半人、てめえの出る幕はねえよ。もう好きにしろみょん。じゃあカット、とりあえず C を取りに行くね。でも敵多いよ、きつくない。まあ見てろって。オーマイスキル、私にかかればこんなの余裕ですわ。突然お嬢様口調なるとか意味わかんない。あらやだついくせでふふふ。こんなのが展開で偉いやつとか。展開終わってるよね。大丈夫、イクに任せてたらなんとかなるから。ただのわがまま娘みょん。ヨウムさん少し黙ってくれませんか。そうですわヨウムさん、おせっかいですわ。ふざけるな。何 EOD と戯れてるの。いやだって喧嘩打ったら炙ってくれるかもしれないでしょ。あ、今の完全にアウトだよね。今のはヨウムさんが言ったんですよ。私は健全ですわ。字幕は嘘をつかないよ。それめたいみょん。ふふ、ふふふ、あっついに壊れた。そりゃ炙られたいに決まってるでしょ。ほら敵、私に銃弾をよこしなさい。その願い叶えてあげるよ。はぁ、血中弾が。彼女はいい人だったよ。意味わからないみょん。残念、あの程度じゃ死なないわ。もうこのまま消えてほしかったみょん。それな、煽られてる。最高ですわ。黙っとけど変態、貴重なキルシーン無駄にしやがって。結局 C は取れてないままか。あの火の中良さそうだね。敵上にいる火の中飛び込むか。まあそれが一番いいだろうね。命を燃やせ。何この最高のところ、熱すぎるみょん。最高ですわ。片方のコメントおかしくない。ほんとそれね、あんたのことだよ。火の中最高ならモコウさんに燃やしてもらったら。いやモコウさん絶対しないと思うよ。私が家具屋さんに頼んでみようか。冷戦頼まなくていいからね。残念、まだまだ敵いそうだね。とりあえずそこのソファーに隠れるみょん。私の M レーダーが敵を察知している。何ですかねそのレーダー。今なんとなく考えてみた。確かに右に敵がいそうみょん。まあ体力的に来たらきついだろうね。グレネードもゾクゾクするね。あれ来なかったみょんね。ヨウム正面、ペッパー、後ろもいたみょん。だから M レーダーが反応してるって言ったのに。さすがなのかな。アルファ行ったけど味方が制圧してたから。またチャーリーに来たみょん。さっきから同じところばっかだね。このマップはどうしてもチャーリー付近が激戦区になるからな。そうそう、だから敵を狩りやすいんだみょん。
でもヨウムさんそんなに敵かれてないよね。まあ確かに、わら、自分でもひどいくらいキルできなかったから、サイトをホロに変えたにょん。ネリネリ、ドン、サイト変えたところで変化あるの。26に M416 に似た武器があって、そいつにホロサイト乗っけてるからこっちも、それでいけるかなって。別ゲーの話して大丈夫なの、いけるでしょ。死んだしカット。初のデルタ上陸だにょん。やっぱり BF4 はグラフィック綺麗だよね。確かにグラフィックは頑張ってるにょん。でも上海の裏側手抜き。あ、冷戦敵がいるにょんよ。ほらほら早く行かないと。ごまかし方下手すぎない。とりあえず敵倒すにょんよ。いやだって本当の。あ、そういえば今回は前編後編に分かれてるんだったな。ほら天使冷戦、締めるにょん。ご視聴ありがとうございました。腑に落ちない。